諸君、明治維新は何のために行われましたか。徳川幕府の少数専制を打破し、日本をして日本人の日本たらしめんがためであったのであります。明治大帝が幕末当時、西郷や大久保や木戸や板垣や大隈や在や無名の青年志士を抜擢遊ばされ、これら無名の青年志士と共に維新の大業にあたられたるは、すなわち新日本建設の基礎を少数の特権階級に求むることなく、国民大衆に求むべきことを明らかにせられたるものであって、一人日本のみならず全世界に対して新国家建設の模範を示したるものと信じます。今日我が国の最も憂いとするは、外国より来たる共産党の革命運動であります。生活難の深刻となれる結果、国民思想の動揺に乗じ、国家の存立そのものを脅威せんとするがごとき運動が行われるに至ったことは、まことに憂慮に耐えざるところであります。ゆえに政府当局者たる者は、一方身をもって国民思想全道に努めると同時に、他方国民生活安定に必要なる新社会を建設し、もって国家公正の新機運を将来するに全力を尽くすべきであります。しかるに犬飼内閣は、一方警視庁前の大逆事件に際し、ご警護の責任をおろそかにし、重大失態を犯したる身をもって、なおその地位にとどまり、重ねて将来のご警護に任ぜんことを要求するのみならず、これを責むる者あれば、恐れ多くも宮中において賜りたる陛下のご沙汰を外官に発表して、自公弁護するの具に強戦とし、国民の面前において、保筆の重責を無視してはばからないのであります。これと同時に、他方、犬飼内閣は、その、かねての陰謀に基づく金輸出再禁止を断行し、政友会と結託したる一部財閥に対して、いわゆるドル買いにより暴利を博する機会を与え、これがため急激なる物価の投機を弱気し、国民大多数の生活難を一層深刻ならしめ、国民生活を党利党略の犠牲として顧みざるがごとき暴挙を相手したことは、事実において一党専制を行うものであると言われても弁解の辞なかるべく、格のごとき暴挙は明らかに明治維新の大改革に逆行するのみならず、また国民思想悪化をますます激盛するものと言わなければなりません。格のごとき内閣の存在は、共産党の革命運動に対し絶好の機会を与えるものであって、国家の危険これに優るなしと信じます。日本は日本人の日本であって、断じて政友会の日本ではありません。我ら今にして犬飼内閣と戦い、一君万民の大業を確立するあたわずんば、他日何の面目あって地下に
幕末維新の当時、明帝子弟君国のことにあたりたる、我らの勇敢なる祖先にまみうるを縁やと思います。いやしくも我らと憂いを同じくする者は、来たって共に犬飼い内閣と戦い、強く正しく明るき日本の建設に対し、我らと協力せられんことを、中心より熱望するのであります。